は、日本の DJ である。父は、詩人の吉田文則2002年、世界的権威のある、DJ コンテスト、DMC ワールド DJ チャンピオンシップスの、日本大会、DMC ジャパンファイナルを見て、衝撃を受け DJ を始める。3年後の2005年、同大会のジャパンファイナルへ出場し、その名を全国へ、広げる。2010年には、パーティー DJ のナンバーワンを決めるコンテスト、 レッドブルサンスタイルにて初代日本一に輝きフランスで行われた世界大会に日本代表として出場ビートジャグリングやスクラッチ等の高度な DJ テクニックを盛り込み音楽ジャンルを縦横無尽にミックスしていくスタイルは世界各国の DJ やクラウドから高い評価を受ける現在では国内海外の様々なパーティーやフェスティバルにゲスト出演しつつ DJ スクール ワールド DJ アカデミーの講師を務めている。また、世界最大のデジタルレコードプール、DJ シティの日本支部、DJ シティジャパンにおいて、ミュージックアドバイザーも任されている。2018年には、世界各国から選出された DJ たちによる、ターンテーブルオーケストラの一員として、アブダビのルーブル美術館でショーを行い話題になった。活躍はナイトクラブに限らず、 企業やメーカー等からのオファーも多い。パイオニアージ、ヤフー、ジャパン、ヤマハ、リループのオフィシャル動画や、NHKE テレのテレビ出演、ブレイクダンス、BMX などのアクションスポーツ、エクストリームスポーツ系のイベントでも、DJ を数多くこなしている唯一無二の存在ある。ありがとうございます。